こんにちは。股関節専門サロン松本新八院のヒップチューバータイムです。本日もよろしくお願いします。今日も股関節用のことを勉強していきましょう。それではですね、今日は、お話の後の運動としましては、足の筋トレです。なかなか松本新八院としては筋トレは推奨しておりませんので、筋トレを指導することは少ないんですけども、その中でもよく使っている筋トレというものを、紹介していきます。で、その前に、大事なお話をしていきたいと思います。今日はですね、テーマは音が鳴る、ポキポキ音が鳴る、これがポイントですね。股関節症の方ですね、結構いらっしゃるんですよ。音が鳴るんですよ。歩いてて音が鳴る。なんかこう前屈した時、前かがみになった時に音が鳴る、股関節のところでね。そういった方が、非常に多くいらっしゃるんですね。で、どうしても股関節で音が鳴ると、この関節のところですね、股関節の頭があって屋根があって、ここの股関節の動くところですり減って、軟骨がすり減って、あるいは骨と骨同士が当たってポキ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 音が鳴ってるんじゃないかなっていうイメージがどうしても頭に刷り込まれやすい。あるいは整形外科のお医者さんの中でもそういった説明をするお医者さんもいらっしゃるのも事実ですね。ですが、実際そんなことはありません。まあありません、 100% ないとは言い切れない。ただ 95% 以上はそこが原因ではありません。まあ、稀です、そこで鳴ってる方っていうのはね。これはまあ、触ると、僕らが触るとそこで鳴ってるかどうかっていうのは判断つくんですけど、なかなか皆さん自身でそれを判断するのは難しいかなと思うんですけど、じゃあその関節の軟骨とか骨で音が鳴ってるんではないのであれば、どこが鳴っているんであろうかというところですね。これはですね、可能性としては2つあります。まず1つ目は、骨と筋肉が擦れ合ってる音です。いいですか。骨っていうのはですね、意外と表面デコボコしてます。で、骨の周りを筋肉が、まあみんな筋って言いますね、筋がいっぱい通ってるわけでね。で、筋肉が柔らかければ、その出っ張りをですね、骨の出っ張りを、ラッコちゃんがあるんで、ラッコちゃんすみません、ラッコちゃんのこの出っ張りを筋肉が動くときに、ぬめ、ぬめ、ぬめと、まあ滑ってくれるわけですね。筋肉が柔らかいと。これが、そうですね。ギターとかの弦みたいに硬くなってピーンって張っちゃってると、この出っ張りを体を動かすときに筋肉が動きますので、ピーンと弾くんです。ピーンと。この弾く音がボキボキ。ポキポキの音が多いですね。ポキポキって音が鳴ります。それが自分にも聞こえるし、あるいは大きい音が鳴る人もいらっしゃるので、周りの人にも聞こえて、周りの人に、あれ何の音みたいね。大丈夫どうしたのみたいに心配される人もいるし、逆にそれが気になってしまってる方もいらっしゃいますよね。このね、ポキポキ音は、そういった形で骨と筋肉が硬いことによって擦れてる音。ということが多くあります。で、もう一つ別の理由としましては、ちょっと絵を使って説明していきますね。股関節の絵を描いてみました。黒いのが骨のラインですよね。で、赤く描いたのが関節包という、これは股関節だけではなくて、人間の体どこの関節にもあるんですけども、関節を包む袋があります。袋。まあ、この袋が結構痛みに、敏感で、痛みを脳に、送ってることが多いんですけども、この関節包の中、この隙間、ここには、軟骨があるわけですよね。軟骨が、で、軟骨っていうのは血管が通ってないんです。人間の体は基本的に血管から、血液から、栄養をもらっていると、酸素をもらっているんですけども、軟骨には血管がない。そうするとどこから栄養をもらうかというと、ここの関節包の中には、ですね、関節液っていう液体が入っています。車でいうエンジンオイルみたいなもんですね。液体が入っていて、その液体が軟骨を
栄養しています。で、この関節液ですが循環が悪くなって古いものになってきてしまうと関節液の中に気泡ができます。ビールの泡ですね、炭酸です。炭酸ができて炭酸が関節を動かすことによってこの関節包の中でパンと割れるんです、ね。まあ、炭酸コップの中で割れますよね。あれと同じ目です。あれがここの中で起きています。割れた音があのポキポキ音なんです。どちらかです。いいですか。筋肉が硬くなって骨の出っ張りを弾いてる、弦のように弾いてる音か、関節包の中で軟骨の栄養という役目を担っている関節液、関節液の中に気泡ができてそれが弾ける割れる音、どちらかがほとんどです。ここの関節面の軟骨骨で音が鳴ってることはほとんどありません。稀なケースです。ですからそんなに音が鳴っても痛くなければ心配しないでください。音が鳴って同時に痛いからは肩はちょっと要注意。そこで炎症が起きている可能性が高いのでやっぱり痛いと思うんですけど、音が鳴ってるだけでその時同時に併発して痛くないのであれば心配はいらないですね。まあ音が鳴って周りに聞こえて気になるとかっていうのはあるんですけど、でもむしろどんどん鳴らしていった方が治るぐらいの気持ちでいていいです。そのぐらい心配しなくて大丈夫です。じゃあここからですね、じゃあその音ね、まあ鳴るのと鳴らないのどっちがいいのって言ったらやっぱり鳴らない方がいいんですよね。鳴ってるってことは筋肉が硬いか、あるいは筋肉が硬いことによってここの周りの循環が悪くなって関節液が古い状態になってしまってるってことですね。ですからまあいい状態ではないわけですね。やっぱこれは直したい、音が鳴らないようにしたいですね。鳴って周りに聞こえると気になりますから。でじゃあどうしたら鳴らなくなるかっていうと、まあ簡単な話、筋肉が硬くて骨を弾いてて鳴るんであれば筋肉を柔らかくすればいい。じゃあどうしたら柔らかくなるかって言ったら、やはりこういったラッコちゃんとかテニスボール、野球ボール、ソフトボールを使って、筋肉ほぐしですね。筋肉をほぐして柔らかくなればまた元のように骨を通過するときにヌメと音が鳴らなくなります。でもう一個の関節液の気泡に関しても同じなんです。じゃあなんで関節液が古くなってしまうってかっていうと、この股関節周りの循環が悪くなってるわけですね。循環を良くするためにはここの周りにある股関節の動かす筋肉、これを柔らかく循環良くして、血流を良くしてあげるんですね。血流を良くしてあげるとこの中の関節液も循環されます。取り替えが多くされていくので古いのはどんどん吸収されて新しい関節液が流れ込んでいくようになるので、そうすると気泡ができない、エンジンオイルが新しいオイルの状態に更新されていくので気泡ができずに音が鳴らなくなります。ですからどっちが原因であれ治療法というのは一緒、筋肉をほぐすこと、それによって音は鳴らなくなります。実際ですね、当院でも筋肉をほぐすことによって、股関節の音がなくなる方がほとんどです。ですからぜひご自宅で私の動画で説明しています筋肉ほぐし試してみてください。綿棒を使って鼠径棒をやるのも効果的です。ぜひやってみてください。ですから心配いりませんよという話ですね。はい、ではここから実現編に行ってみましょう。今日はですね、松本新圧院で推奨している筋肉トレーニング管束荷重法というのを立った状態で痛い方の足に体重をかけていくというやり方でやっていきます。はい、それでは管束荷重法ですね、足の筋トレ方法を説明していきます。まず痛い方の足、痛い方の足を一歩前に出します。この状態で簡単ですよ。前足、痛い方の足に体重を乗せる、戻す、乗せる、戻す、これだけです。すごく簡単ですよね。まあ注意点としましては、腰のこのベルトのラインですね、あと肩両方の肩を結んだ床に対して水平なライン、この2本のラインが痛い方の足に体重を乗せるときに揺れない、横に倒れないってことです。この状態を保ってほしい。
平行が斜めにならない。腰はそのまままっすぐで乗せる。戻すときも一緒。肩もまっすぐ乗せて戻る。どうしても多いのは、痛い足に体重乗せるときに腰が引けて肩で乗っける方が多いです。こうやってね。だからこう歩くときにこう揺れてしまうんですね。こうやってね。そういう風にならないための練習です。ならないための筋トレ、歩き方を体に覚えさせていきます。痛い方の足前に出して揺れないようにまっすぐで乗せていく。その時、両方の足前後に開いてますけど、どっちも空中に浮くことは一回もありません。必ず足の裏がどこかついてる状態です。反対でやっていきましょうか。あ、横向きで乗せる。乗せた時後ろの足かかと離れるだけでつま先離れてません。膝は曲げて結構です。で戻す。戻した時も前の足つま先上がりますけど、かかとついたまま、どっちの足も完全に足の裏が地面から離れることはありません。この状態でできたら一番ベストは正面に姿見がある状態ですね。この肩のラインと腰のラインをチェックしながらやってほしいんです。自分の目で見て、これの繰り返しだけです。いいですか。これがもし足が体重乗せると痛いということはまだやらなくていいです。そういった方はちょっとこの運動は時期尚早になりますので、まずは筋肉ほぐしからやって痛みを取ることからやっていってください。ただこのぐらいの感じで足乗せても痛くないよという方はぜひですね、歩き方をきれいにしていくため、歩くときに揺れないようにするために足の筋トレをしていってみてください。1日ですね、20回行って帰って1、2、3という感じで20回、早くやる必要はないです。しっかりと本当肩と腰のラインをチェックしながらゆっくり乗せて、ゆっくり戻して、ゆっくりでいいですから、このラインをすごく注意してやってみてください。はい、本日も動画の方をご覧いただきまして誠にありがとうございます。チャンネル登録まだされてない方はぜひチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。ですね、ここに私のちっちゃい写真が出てきますので、そこをクリックしてもチャンネル登録できますのでよろしくお願いいたします。また、今日の動画ためになったよとか、よかったなと思う方はぜひ下にありますグッドボタン、いいねボタンをクリックしてください。私のモチベーションにつながります。よろしくお願いします。また、よくわからないなとかね、何か質問があればぜひコメント欄ありますのでコメント書いてください。手が次第、返信しております。よろしくお願いいたします。では、またお会いしましょう。股関節の音は鳴っても心配ご無用。では、お大事にしてください。